はい、はい、よろしくお願いします。ウェブサービスのページング処理について、やります。すごく今更なことなのかもしれないですけど、とりあえず自己紹介からします。よしみと言います。ネット上だとWALF443 っていう ID とかでなんかいろいろやってることが多いです。だいたいこういうアイコンとか使ってます。あと R だと、DBX キニーの周辺ライブラリをいろいろ作ったりとかしてることが多いです。あと最近 Ruby ちょっといじってないんですが、クラス X って言ってなんかムースみたいなアクセサをなんか Ruby でやるよみたいな、なんか変なことばっかりやってます。あと、会社は、モバイルファクトリーというところで、今日パンフレットかなんか配られてて、なんかそれの開いた中あたりに紹介があるので、もしよろしければ見てください。ソーシャルアプリの開発とか運用とかやってます。開発者募集中らしいです。でなんかパンフレットの真ん中あたりに紹介があって、そこになんかナスがあるんだけど、なんかなんでナスかは面接で聞いてくれって書いてあるんですけど、自分もよく知らないです。今日初めて見てしまいました。で今日の話の前提は、RDBMS からデータを取得してそれを出す際の話です。あと MySQL、 私は MySQL しかあまり触ったことがないので、ちょっと MySQL に特化した話だと思います。あとスペースの事情によってなんかこの方が早いみたいな感じで帰ってしまっているところもあるかとは思うんですが、もちろんケースバイケースだと思います。はい。でページングっていうと、よくあるあれですけど、データを出してあげて、でその際に次のページに行くっていう、リンクを出してあげる、こういう部分ですね。複数のページに分けたりとかします。で典型的なページングは、普通に SQL を打ってあげて、ステータスっていうテーブルがあったらステータスがあって、ウェアって何か条件で絞り込んであげて、でリミットオフセットで一部のデータだけ切り出してあげる。でここの部分を動的にやることで次のページ次のページみたいな感じで回してあげる。でさらにページング情報を取得するために、トータルの件数をカウント分でさらに別に取ってあげる。でさっきの SQL と比べるとリミット区を取ってあげて、でカウントアッサでセレクトしてあげます。でこの方法は、大抵の場合に使えるかなと思います。MySQL 限定ではないので、どんな RDBMS でも大抵使えるんではないのかなと思います。デメリットは、データ部分のなんか SQL がなんかインデックス、ちゃんと効いてない、そういう SQL を発行するなっていう話もあると思いますが、そういうので遅かった場合にカウントクエリはさらにリミット区がついてないんで、それで打ち切られなくてさらに遅いとか、そういうことになったりすることがある。あとグループバイの場合にカウントの取得する内容が変わるんでうまくいかないです。で、時間がかかるクエリだったらごく真っ当なことだと思うんですけど、インデックスが効くように、クエリをチューニングしてあげる、あるいは結果をなんかメムキャッシュDかなんかにキャッシュさせてあげて、でなるべくそっちのキャッシュを使って出すようにしてあげるといったことをやります。でインデックスが効くっていうケースだと、まず早い、だいたいページングする際に取得するトータル件数の取得の SQL もそんなに遅くはないんじゃないかなと思います。ただインデックスが効いてない場合っていうのは、カウント分はさっき言ったようにリミット区があることでなんか処理が打ち切られるみたいなことがないんで、最初なんかサービスをリリースして最初のうちは別に何も問題ないんだけど、なんかデータがすごい何億みたいな感じのデータ数とかになってくると、なんか急に遅くなってびっくり、意外と調べてみるとここが遅いみたいなことになることが多いです。でインデックスが効いてるとカウントアッサの場合、マイスケールはカウント式と判断するらしいので、 InnoDB だとカバレッジインデックスになってデータ取得用 SQL よりは速くなるんじゃないかなと思います。で結果をメムキャッシュ D にキャッシュさせるっていうのは最近よくやられるので、データに関してはよくやってると思います。
ただなんかフェージングのトータル件数に関してはまあちょっと面倒くさいところもいろいろあって、例えばデータがものすごいスピードで増えていくみたいなサービスの場合、そのデータ数が増えたっていう情報もまあ更新してあげなきゃいけません。まあ、マイスケールのトリガーとかかけてあげて更新させてあげるとか、まあ、いろいろやり方はあると思うんですが、まあ、更新が早いので、まあ、どっかにキャッシュしておいてもすぐキャッシュにヒットする前にもう次のタイミングで変わっちゃうみたいなことになっちゃうと思います。まあ、ある程度割り切ってしまって5分で、まあ、ページがどうせ1ページぐらいは増えないだろうと、まあ割り切ってしまって、まあ、そういうふうにキャッシュするっていうのもありではないかなとは思います。あとまあこのキャッシュさせるように変えるっていうのもなんか ページング処理はまあかなりよくあることなんで、 OR マッパーとか使ってると意外と OR マッパーからメソッド1個呼ぶだけで ページング処理とかができてて、なんかそこをキャッシュさせたりとかするように変更するのがまあ結構面倒くさいみたいなこともあったりします。ということで、まあカウントクエリを発行するってやり方じゃなくて別のやり方もあるんじゃないかなと検討してみました。で、MySQL だけでしか使えないんですが、SQL の、セレクトの前にヒントっていうのが付けられるんですが、そこのヒントに SQL カルクファウンドローズっていうヒントをつけて SQL を実行して、でその SQL を実行した直後にセレクトファウンドローズっていう関数を実行すると、リミットトークをつけてない状態で取れた行数を返してきます。実際の SQL で出すとこんな感じですね。ここにセレクトークの前にこれをつけてあげて、で普通にセレクトークと書いてあげて SQL を実行します。でページング用の、まあ、トータル件数を取得するところでこれを実行してあげて、でこれを元にページング情報を作って、で表示の際に何とかすると。でまあ、SQL で、2回そのウェアとかの絞り込みの計算とか、まあ、しない分カウントよりはマシなのではないかなっていう思われますが、ただ、このクエリは実際の場合ユーザー ID にインデックスが効いてると、ユーザーで ID でインデックスが効いてるのでオーダーバイしてますが、最初の10件でMySQL のサーバーの処理は打ち切られるはずなんですが、 SQL カウントクファウンドローズを聞かせてると10件だと打ち切られなくて、これが例えば1億行とかあったようなテーブルだったりとかすると、重くなっちゃいます。で他の方法は、次のページがある、まあ、ページングしたいっていうのは次のページだけ出せればいいっていう考え方もあると思います。でまあ、20件のページを出す場合には20の1件データがあるかどうか調べてしまえば次のページがあるか判断できます。で、まあ、リミット区で20取るところを21って変えるようにするだけです。で発行して取得したデータが20件以下の場合の時のみ次のページへのリンクを出さないようにしてやる。でまあ、表示させるときに、まあ、ループで回すんですけど、最後のデータをちょっと捨てるのを忘れないようにしないと余計な重複データが出ちゃう。あと難点は総結果数がダミーのものしかわからないので、表示のさせ方に制約が出てきます。具体的には Google 風のさっき最初の例でできた Google 風の1から10までページ数が並んでるみたいなタイプのページャーは作れないです。で、ハードページング処理をする際はデータページのインスタンスを作るのが一般的だと思います。まあカタリストとかクラス DBI とか、まあ、DBIC とか、まあ、そのあたりとかのページングあたりのライブラリでも大体これを使ってるんじゃないかなと思います。ただなんか拡張性は意外と良くなくて、なんか変な感じの拡張でいろいろ乱立してて、実はもっといいのが出てくるといいかなと思ったりはしています。はい、でトータル件数と1ページあたりの件数とあと今のページ数を渡してあげて入力してあげます。でそうすると次のページがあるかどうかみたいなのが呼べるようになると。